今日はトロトロの食感を楽しむポルチーニだけのリゾットを作りたいと思います。ポルチーニだけはこの夏から秋のちょうど本当秋がこう深まってきた時期にまあ一番こうシーズンになるんですけども、まあそのフレッシュなポルチーニとそれに合わせてまあニピテルラっていうハーブなんですけど、フィレンツェではもうフンギポルチーニといえばニピテルラぐらいもう常にこう一緒に置いてある、もちろんポルチーニを購入した時、まあ、そこでニピテルラも一緒にくださいって言えばこうつけてくれる、もう常にこう相性のいいハーブですね。まあ、それに合わせて乾燥ポルチーニをちょっと水で戻して使うことでよりこう旨味とその奥深さを感じるリゾットを作っていきたいと思います。まあ、リゾットといえばやっぱりこう定番というか、お米はカルナロリ米がやっぱり主体というか、すごく大粒で粘りが少なくてサラッとしてる、まあ、お米の美味しさが詰まってるお米ですね。それに合わせて、まあ、玉ねぎ、あとバター、チーズ、白ワインですよね。あとはブロード、まあ、王道のリゾットというか、まあ、そういう感じに作っていきたいと思います。じゃあポルチーニを掃除していきますね。まあ、ポルチーニは基本的にこう素材の選び方的には張りのあって硬いものでこう水をあまり吸ってなくて、要は水分を吸いやすい食材なので、素材が古ければ古いほどよりこう張りがなくなってこう水っぽくて湿った感じになるんですよ。で湿った感じになってこう黒ずんできちゃうと、どうしても素材自体のが鮮度が落ちてるというか劣化しているので、それはなるべく選ばない方がいいですね。じゃあちょっと掃除していきますね。ポルチーニは基本的に野生のものなんで砂が基本的に多いので、まあ、これをこうちょっと濡れた布巾というか軽くこうやって汚れを取る感じですよね。で砂と全てこうやっぱり野生のものなんで綺麗に掃除してあげるのがいいと思います。で結構こう水で流しちゃう人も多いんですけど、やっぱりどうしてもキノコのその繊維質が水を吸っちゃうので、僕はまあ水洗いはしたくないですよね。なのでこうやって綺麗に拭いて掃除してあげればいいのかなと思います。じゃあこんな感じで全体の汚れを最初取ってあげます。でもしこう汚れが取れにくい時はもうこういうちょっとペティナイフというか小さいので軽く表面をこう削ってあげてもいいのかなって感じがします。あんまり取りすぎちゃうと褐色部分がもったいないので、ほんとちょこっとだけ取ってあげればいいのかなって感じですね。まあ、自生しているものなので汚れが結構あるので、それを全体きれいに取ってあげるのがいいのかなと思います。こういう感じでこう木の葉っぱとかそういうのも全てきれいに取り除いてあげます。でここで足をこのまま取っちゃいます。こういう感じで、でこの中に入っている汚れもしっかり取ってあげてください。まあ、しっかりこう 見ながら取るのがいいと思います。結構このポルチーニだけの掃除は結構結構高価なものなのですごく大事に掃除しますね。タルトゥーホとかと同じ話ですね。まあ、こんな感じできれいに汚れが取れたらいいのかなって感じですね。でこういういわゆるちょっと傷がついてるところもしっかり見てあげて、もし変色してるようなら取った方がいいですね。まあ、これは状態的にそこまで悪くないのでもうこのまま使っちゃいますけど、例えばこう変色してたり、例えばこう何でしょうね、色が変わってるとこ、例えば色が緑に変わってたりとか、ちょっとこう色が変わってるもの、まあ、取ってあげた方がいいと思います。で足の方のお掃除はこれも全体きれいに取ってあげて、でここの要はちょっと色が変わっているところはこういう感じで軽くこう裂いてあげるというか表面を取ってあげるときれいに汚れが取れるので、こういう感じで結構簡単にこうなんて言うんでしょうね、表面を軽く削ってあげるような感じですよね。ちょっとこの薄皮だけきれいに取れるので、このこういう
なんて言うんでしょうね、ちょっと色が変わってるところは取ってあげてもいいのかなって感じですね。でこう全体が取れたら、この足の方は結構あの虫が入ってることが多くて、虫が入ってるというのは虫がこう食べてる時があるので、必ずこう裂いて、まあ裂いても切ってもいいんですけど、中をしっかりこう見てあげるといいですね。まあこういう感じであのまあ大丈夫そうなので、これはもうこのままこの中に、要はあの芋虫みたいな小さいのがいるんですよ。でそれが結構食べてるとこうもう色が完全に変わって見た目でわかるんですけど、これはいないんで、もうこのまま使っちゃいますね。じゃあポルチーニの掃除が終わりまして、まあ、これをこうちぎっていきたいと思います。まあ、足の方はあのもう本当これぐらいの感じでいいのかなって感じですね。こういうなんて言うんでしょうね、一口大の感じで。っていうのはこの後加熱するとどん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 こうポルチーニがこうトロトロになって、よりこう小さくなっていくんですよ。なのでなるべくこうまあ大ぶりにというか、まあキノコは基本ですよね、あのあんまり小さすぎないような大きさ でこれもあのこうやって手でちぎって、もうザクッとこういう感じでいいのかなって感じがします。ちなみにあの包丁で切る方も多いんですけど、やっぱりキノコは僕この繊維の感じがすごくこう粗い感じが美味しいと思ってるので、なるべくこう手でちぎってあげたいですね。でこの時にこうちぎりながら、あのその汚れだったり、その中に虫が食べてないかとか、そこもこう見ながらやってあげるといいかなと思います。結構こういうあの細かいところにこう本当にこういるんですよ、こう芋虫みたいな小さいのが。まあ、今回はこれあの状態がかなりいいというか中にいないので、もうこのまま使っていきますね。はい、じゃあこんな感じで、ではニンニクを切っていきますね。ちなみにキノコを入れるときはあのニンニクは基本的に入れますね。っていうのはそのキノコのなんていうんですか、えぐみだったりその苦味だったり、まあ、アクみたいなものをすべてこうニンニクの旨味でこう消してあげるというか、そういう効果がありますね。ではオリーブオイルと、気持ちキノコも炒めるんで気持ち増やしますね。あんまり多すぎない方がいいですね。あのオリーブオイルが多すぎるとキノコをこの後炒めるときにキノコが全部オリーブオイル吸って結構油っぽくなっちゃうので、まあ適量でというか、こんな感じで入れていきます。じゃあニンニクがこうふつふつ言ってきたので一回火を弱めて、やっぱり温度がこうニンニクの場合は上げすぎない方がいいですよね。これぐらい気泡が言ってて、あの暴れるようだったら火から落とした方がいいです。こうゆっくりニンニクを加熱する感じで、ここにあのポルチーニを入れちゃいますね。でこのままポルチーニと一緒にこう焼いていく感じですね。ちなみにここではあの塩を振らずに、塩を振っちゃうとどうしてもこう水分が出て、あのキノコの水分がどん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 出ちゃうので、あのなるべく水分を出さずにあの焼き色を結構つけたいイメージにしたいので、今回はこのまま焼いていきます。ではポルチーニ石器をこれ水で戻しておいたんですけど、あの上からこうすくって、っていうのはあのポルチーニ石器、乾燥ポルチーニはあの結構砂が多いので、砂とか結構まあ汚れが多いので、このままこうすくって中の汚れをこうこの中に戻す感じですよね。要は一緒にすくわないってことですね。でこれ一緒にこう軽く水分切って、でこれをちょっと細かく切りますね。まあこのポルチーニ、乾燥ポルチーニもあのこのキノコが炒まったらこれも軽く炒めて、あのよりこうその乾燥したうまみとあのコクを強化するような感じですね。これ切ってこうちょっと置いときますね。まあこうザグッとあの切る感じで大丈夫だと思います。この後加熱するので、でキノコをこう火加減を変えずにじっくりこう炒めていく感じなんですけど、フライパンにこうやってこううまみの元になるんですけど、このキノコがどん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 こう焼き色がついてくるんですね。
でこれをしっかり引き出しながら炒めていく感じがいいと思います。で油の量はこう気持ち足したいんですけど、これ足しちゃうと先ほど伝えたようにこう油をどん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 吸っちゃうので、なるべくオイルを足さずに、でも乾燥してないですよね。このちょっとオイルがこう表面がツヤツヤしてる感じで、こうゆっくりゆっくりこうなるべくいじらずに焼き色をつけていきたいなって感じですね。では玉ねぎを切っていきますね。この芯がちょっと黄色いんで、これは取ってちょっとブロードに入れちゃいます。まあ普通にみじん切りで、まあリゾット用の玉ねぎですよね。でこの玉ねぎをリゾット用の鍋に入れて一緒に炒めていきますね。でオリーブオイルを、で火にかけていきます。できのこをどん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 こう焼き色を引き出して、旨味を引き出していく感じですよね。やっぱりこの焼いた旨味が非常にきのこは美味しいと僕は思うので、結構こうしっかり焼いていく感じで、こうフライパンをこそげながらしっかりしっかり炒めていく感じですね。玉ねぎをこう火を弱めてこうゆっくり炒めていく感じですね。でこの玉ねぎが角が取れてしんなりしたら、お米を炒めていきますね。もうこれぐらいで、じゃあお米も炒めます。まあこれはもうリゾットの基本ですよね。そのオリーブオイルを炒めて、このオリーブオイルでお米を炒めて、それで表面をこうしっかりローストしていく感じですよね。でその後にこう白ワインを入れてこうアルコールを飛ばしてみたいな工程ですね。結構リゾットのやり方としては、その玉ねぎを入れない方もいたり、例えばブロードに玉ねぎの旨味を引き出したりとか、あとここで最初にオリーブオイルを炒めないやり方もあって、お米だけで本当から入りするやり方もあるし、まあ本当いろんなやり方があるんですけども、まあ基本的にというか、これはもう王道の作り方ですね。このオリーブオイルと玉ねぎと、あとお米をしっかり炒めて、で白ワインって感じ。このやっぱお米にこう色をつけないっていうのは結構大事ですよね。しっかり熱くして炒めるんですけれども、玉ねぎもお米もこう焦がさないように炒めてあげるっていうのは結構重要になってくるかなと思います。ちょっと温度が下がったんで火を強めます。結構お米、まあ、リゾットをやるときは結構そんなに慌てる必要がなくて、結構その調理工程がすごくこうゆっくりゆっくり進んでいくので、まあ、しっかりこう火の調整をしながら見てあげるのがいいのかなと思います。あんまりこう強い火で一気にやらないってことですね。で今お米がだいぶこう熱くなってきて、要はローストして、まあ、お米の香りがだいぶこう広がってきてるんですけれども、これぐらい香りが引き立ったらワインを入れます。でワインを入れるときは必ずこのしっかりこうジューっていうぐらいの温度は必要ですね。っていうのはそのアルコールを飛ばしながら、でなおかつそのこのワインをさらにこう凝縮させて、その酸味を飛ばしながらワイン自身の甘みを引き出していくので、しっかりこうワインを飛ばしてあげるって感じですね。でこっちのキノコも今同時進行で炒めてるんですけど、しっかりこう焼き色が出てきてこう旨味を引き出してあげる感じですね。でも焦げる手前で
もちろんしっかりこう鍋を見てあげないとどん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 焦げちゃうので、それだけ気をつけた方がいいですね。でこの本当にこの焼いた旨味がこの後このリゾットのさらなるこう旨味を引き出していくので、やっぱりここでしっかりこう焼いてあげることがそのキノコの旨味を引き出すのに重要だと思います。こんな感じでもうちょっとギリギリまで焼いていきますね。ではこのリゾットワインがしっかり飛んでこう今甘みのある香りがぶわっと広がってるんですけど、ここにブロードを入れてリゾットを炊いていきますね。でリゾットをこのブロードは必ず熱い状態で、常にこのリゾット自体が常にこうポコポコ沸いてる状態がいいんですよ。今ちょっとこっちの温度もちょっと気持ち下がったんで気持ち火をかけますけど、常にやっぱり熱い状態で、で常にこうふつふつ言ってる状態がいいですね。で今一番最初にブロードを入れたので、お米をしっかり、お米というかこの鍋底ですよね、をしっかり移動させてあげるのがいいですね。一番最初が結構重要で、一番最初にこれをしっかりこのブロード自身の中に茹でてあげるっていうか、ゆっくりこう煮てあげる感じですよね。でここで一番最初にブロードを入れたので、ちょっと一つまみのお塩を入れて、まあ、下味のお塩ですね、入れて、ここでゆっくりゆっくりこのふつふつ湯ぐらいで火をこうゆっくり弱火にして、ゆっくりポコ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 茹でてあげる感じがいいと思います。ではポルチーニがこうしっかり焼き色がついてきて、すごく美味しそうな色になってきましたね。でここに乾燥ポルチーニ、先ほど切ったやつですよね、を一緒に入れて炒めていきますね。ここで一緒に炒めたいので、ちょっと気持ちオリーブオイルを足しますね。っていうのは表面の鍋がちょっと乾いた感じがしてきたので、ほんと気持ち炒めてあげるだけのオイルをちょっと足してあげます。でここでしっかり一緒に炒めていきながら、肉テーラですよね、ハーブも一緒に合わせていきます。ハーブはまあ基本的にこう、まあ、タイムとかと同じような形なんですけど、こうやって葉っぱをちぎってあげてあげるの、入れてあげるのがいいと思います。結構この花とかも非常にまあ、その時期花も非常にこう繊細な香りで美味しいので全部入れちゃいますね。ちなみにこのハーブの先の方は結構柔らかいので、もうこのままこういう感じで柔らかそうなとこ、こういう硬そうな茎は取っといて、この柔らかそうなところもこのまま入れちゃいます。ちょっと最後に飾り用にちょっと穂先だけ気持ち取っておきましょうか。こんな感じで、で一緒にハーブも炒めてあげる感じですね。こうハーブをオイルの中に入れて炒めると、やっぱ香りがわーっと広がりますよね。ですね、じゃあこれ香りが広がったので、ここにポルチーニ石器のブロードを入れたいと思います。ポルチーニ石器のブロードを入れるときは、必ずこの、まあ、表面にこの砂だったり余分なものが結構多いので、必ずこしながら、でちょっと下の方は砂が噛んでることが多いのでもう使いません。これぐらいで止めて、でこれをちょっと火を強めて、ここにも一つまみの塩をちょっと入れますね。ではこの先ほどブロードを入れて蓋をして、こう香りを閉じ込めながら、こう、まあ、ストゥファートって言うんですけど、弱い火でゆっくりゆっくり煮込んであげる感じですね。ではこうリゾットの水分がだいぶ飛んできたので一回足しますね。ちなみにこのブロードは一番最初に
結構あのブロードとお米の量を測って、まあ、大体あのお米の量の3倍量のブロードって言われるんですけど、それを先に測っちゃって入れる方もいますね。まあ僕はあの今家で本当気軽に作るっていう感じなので、少しずつ足しながらやりますけど、まあ本当いろんなやり方あります。ちなみにレストランではこれをもう本当にオーブンとかに入れて、もうそのままあの放置というか、そういうやり方もありますね。本当いろんなやり方あります。ではリゾットがだいぶ柔らかくなってきて、だいたいこう今そうですね、7分目8分目ぐらいの感じなので、こっちのポルチーニを合わせちゃいますね。だいぶこう水分も飛んで、こう香りがわーっと広がってるんですけど、これに合わせちゃいますね。でまあこっちに合わせたいんですけど、ちょっと量的に入らなそうので、こっちのフライパンに入れていきます。どちらも熱い状態なので、もうこのまま入れちゃいますね。パンズ合わせるときは両方熱い方がいいですよね。でしっかりこう鍋の底、そのキノコの旨味ですよね、全部こう混ぜてあげて、でもうちょっとこうブロードの中であの煮ていきたいので、もちブロードを足しますね。これブロード足しすぎない方がいいですね。結構もう7分目8分目ぐらい、もう最後の仕上げというか、その最後の硬さの微調整まで入ってるので、もう切れてここでゆっくりゆっくり煮込んであげる、入れる感じですね。でこのキノコの旨味がまたお米にこう吸っていくので、ではこのままもうちょっと待ちましょう。ではだいぶこう水分が詰まってきて、お米の硬さがだいぶいいですね。あのもう9分目ぐらいなので、もうこれ火を切っちゃって、軽く塩分が少ないんで気持ち出しますね。で塩をなじませて一回火から下ろします。でまあこの後はマンテカーレですね。バターとチーズ、結構このマンテカーレっていうのはその温度を下げることが結構重要で、今要は火から下ろして温度を下げながら、このバターの油分とあとチーズのその粘度ですよね、結構要はソースというかこう滑らかにするのがまあマンテカーレですよね。まあ、チーズの量は本当にあの好みというか、まああんまりこうもちろんたっぷり入れても美味しいんですけど、あくまでメインがポルチーニなので、ポルチーニの味をこう引き出すような量がいいと思います。もちろんバターの量も好みで、たっぷり入れて、例えば北の方とか多分よりバターを多用するんで結構量もたっぷり使うと思うんですけど、まああくまでやっぱメインはそのポルチーニの美味しさを引き出すための量がいいと思います。でこういう感じでもう入れただけでこうポルチーニのこのとろみも出てくるんで、すごいこうなんて言うんでしょうね、とろとろの本当にこうねっとりした食感というか、そういう感じに仕上がりますね。でまあしっかりこうマンテカーレしてあげる感じですね。でこれをあのなんて言うんですか、そのお好みの濃度になったらもう終わりって感じですね。もちろんこの濃度、リゾットの濃度、例えばこうもっと緩かったりもっと重かったりは本当に好みなので、自分の好きな粘度にしてあげればいいと思います。ではこれで盛り付けていきますね。では盛り付けていきますね。いいですね。もしこれ濃度が重くなっちゃったら、ちょっとブロードを足して伸ばしてあげると好みの濃度になってくると思います。では盛り付けていきますね。今回2人前なので、もそのまま豪快に持ってきます。
で最後にチーズと、ちなみに胡椒は結構このリゾットの場合は周りにかけるのがおすすめですね。っていうのは自分の好みで少しずつつけながら食べると、いろいろこう味のそのバリエーションが広がって、より食べ進むというか美味しく食べられると思います。では最後こう盛り付け的に、ちょっと先ほど取っておいたニピテーラですよね、ちょっとこうあったらつけてあげたらいいのかなと思います。結構プレッツェモルとかパセリをかける方もいますよね。はい、ではこれで完成です。ポルチーニ茸のリゾットですね。